それでは出発いたします。窓から手や顔、携帯電話等を出さないようお願いいたします。また班機内での飲食、通話はご遠慮ください。本日は天候ジェアがロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。山頂駅までおよそ3分で到着いたします。ここ尾道は海と山に囲まれた情緒豊かな町でございます。またお寺の町としても有名で、古くより数多くのお寺がございましたが、時代とともに整備されました現在でも市内中心部25のお寺が個人巡りのコースとなっております。その中の一つ、進行方向左手に見えております三重の塔は東東州千年寺の開運塔で、国の重要文化財に指定され600年の古い歴史を持っております。まもなくもう一台とすれ違います。進行方向右手に馬込本が降りてまいります。行く手前方に見えておりますのが尾道の象徴とも言われております天光寺でございます。左手に朱塗りの本堂、右手に竜宮造りの鐘つき堂がございます。また左手に広がるこの尾道水道の景観は、尾道水道が続いた西部根からの森の出来事というタイトルで日本遺産第1号の一つとして認定されました。地中を通過いたします。多少の揺れにご注意ください。右手に見えております登山道が文学の小道でございます。茅ヶ崎や林芙美子など尾道にゆかりのある作家の歌を岩に刻んでおります。文学の小道を下っていただきますと天光寺へと参ります。山頂駅に到着いたしますが、この辺り一帯が天光寺公園でございます。本日は天光寺山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。お二人いますが、乗車券は半券を切り離し降りの際回収箱へ。